2024年初のニュース情報をね、お伝えしていきたいなと思います。いろんなイベントとか、コラボアイテムとか、まあそういったところの情報がありますので、その辺をサクッといきたいなと思います。よろしくお願いいたします。はい、本日ですね、2024年初のニュース情報をね、お伝えしていきたいなと思います。ということでよろしくお願いします。今やってる期間限定のポップアップショップであったりだとか、もうすでに終わっちゃったポップアップショップもあったりはするんですけども、いろんなイベントとか、コラボアイテムとか、まあそういったところの情報がありますので、その辺をサクッといきたいなと思います。よろしくお願いいたします。まずはですね、一番最初っていうのは、ノースフェイスからいきたいなと思うんですけど、この中は動画ある通りね、ノースフェイスのインラインは出てないんですね。で、ノースフェイスパープルレーベルっていうやつはもう出だしてるんです。で、パープルレーベルが出てるってことはおそらくもうちょっとしたらノースフェイスの方も出てくると思うんですけども、いつものごとくマウンテンライトが出てきて、今年のカラーこんなんですね。まあいつもの流れやと思います。これ再放送見てるんちゃうかなっていうぐらい同じようなね、手順やと思うんですけども、まあ、またマウンテンライトが出てくるんじゃないかなとは思ってますので、ちょっとその辺は僕もはっきりは知らないんですけど、まあノースフェイス情報ということになってました。一応これ出しとかんと、ノースフェイスの情報ってもうええでって言いながらもみんなノースフェイスの動画出すって見てくれるんですよ。だから一応言っときました。で、次はですね、アークテリクスのイベントがあるということなんですけども、どうやらなんか参加型のイベントがあるみたいで、マイアークヒハイファイブスみたいな一般募集を開始って書いてるんですけども、なんか公式のウェブサイトから応募するみたいです。1月の28日までということで、お持ちのアークテリクス製品と製品にまつわる思い出エピソードを添えて応募してくださいということになってるみたいで、今回初めての取り組みなんかちょっとわからないんですけども、事前撮影とかもあるし、イベントの会期も含め2月上旬から5月上旬まで約3ヶ月事務局にてお預かりすることになりますって書いてありますけども、そういうのでもいいよっていう方はこんなイベントがアークテリクスでやってますので、僕であれば例えばこのジャケットってアークテリクスとビームスのコラボなんですけど、これ確か去年か一昨年のやつなんですけど、これはですね、僕の視聴者さんからいただいたものになってるので、視聴者さんからいただいた、ウルトラマンジャケットって勝手に呼んでるんですけど、ウルトラマンジャケットですみたいな感じで応募するんやと思いますけど、それで抽選が外れたら、まあ、出ないと思いますけど、こんなイベント1月28日までやってるみたいなんで、気になる方はぜひ応募してみてください。そして次はですね、カナダグースでね、ポップアップイベントをやっております。で、場所はね、今回ね、梅田でやってるみたいなんで、大阪限定にはなるかなと思うんですけども、やってて、普通のこのカナダグースのインラインもあるけども、プラスアルファなんかコラボレーションモデルもなんかあるらしいんですよね。だから、うわ、カナダグース好きやとか、もう今年はダウン買ったけども来年のダウン欲しいとかっていう方は見ていってみるっていうのもいいかもしれないですけども、1月の28までかなっていうことになってるので、まあ、僕は多分行かへんとは思うんですけども、興味ある方はね、良ければ行ってみてください。カナダグースになっておりました。次がですね、マムートでございますね。アイガーシリーズというのが出たらしいです。アークテリクスもね、以前雪山負けやってたけども、まあ、マムートからもこんなんが出たらしいですわ。まあそんな興味ないからちょっと一回飛ばしておこうか。で、次はですね、なんとお得な情報、ゴアテックスがですよ、 40% オフで買えるっていう、こんなことあっていいんですかってことなんですけども、それがねありました。っていうのも、プラスフェニックスさんっていうのをご存知ですかね。なんかあのフリークストアとコラボでやってるのがあって、ゴアテックスインフィニウムを使ったジャケットなんですけど、なんと定価が 41,800円、ところが 40% もオフして 25,000円ということになっておりますので、8年かな。モチーフとしては古着で大注目のレベル7ですね。このレベル7をモチーフにして、これをさらにゴアテックスにして、なんかダウンにしてみたいな感じでやってるみたいで、今もうゴアテックスが2万5000円とかで買える時代ですよ。しかもジャケットじゃなくてこれダウンですからね。だから正直僕も買ってないから、なんどんなもんかは分からへんけども、700フィルパワーでさらに90-10のダウンフェザー率で、それでいて70デニールのナイロンの平織りのゴアテックスインフィニウムやから丈夫であると。結構かなり丈夫ですね。マウンテンライトジャケットぐらいの丈夫さかな。で、それが 40% オフで買えるってことなんで、今見てる限り全サイズあります。 SML 全部丸ついてますので、三角とかで丸ついてますので、今やったら多分買えるかなと思うんですけども、気になる方はね見てみてください。ただダウン量がそんな入ってないとかどうなんかはちょっと僕も実際は分からないんですけど、スペックだけで見ると相当高いんですけども、それが2万5000円で今買えんのってなったら、ちょっともう価格崩壊してますけどもね。で、関連とか見てみたら、それ以外にもなんかダウンベストとかもあったりするらしいので、まあ、気になる方はフリックストア系列なんかな、ちょっと見ていただければあるんじゃないかなと思います。だってちょっと前までね、ゴアテックスのダウンってほんまなかったんですよ。それこそこのダイワのゴアテックスのダウンなんて、同じゴアテックスインフィニウム使ってね、これもう10万ぐらいするんですよ。でしかも中綿が700フィルパワーもないかもしれないんですよ。って考えたら、これすごいコスパいいやろなと思うけども、まあ実際問題どうなんかは分からない、来てないから。だけどすごいお得やでっていうことなんで、ちょっと買いそびれたとか、なんかゴアテックスがちょうど欲しかったっていう方なんかはいいんじゃないかなと思います。そして次がですね、僕あの先日でも動画で紹介させてもらったんですけど、ユニクロでこれはいいですよと、特にデニムバーガーで怒ってる人に、まあ
このパンツ1本履いてくださいという話をしてて、っていうのもなんでかっていうと、ユニクロのジーパンってカイハラっていう、まあ岡山のねすごい有名なところが作ってたりするんですよ。ちゃんとセルビッチの仕様になってて、セルビッチってこう旧式のね生地織りじゃないと作れないっていうところなんですけど、それで作られてて、しかもポリウレタンが 2% 入ってるからストレッチもします。だからデニムが離れてる人はまずこれ一旦久々に履いてみてくださいっていう話したんですけども、ちょっと雰囲気でも違うやんと思われるかもしれないけど、こういったステッチとかっていうのは、ただこれをオレンジにすればリーバイスみたいな感じになってくるだけやから、オレンジになればなるほどカジュアルになっちゃうので、大人の人とかやったらこういう同色系の方が合わせやすかったりすると思うんですけど、これの新色がこの1月中旬に出るらしいんですね。っていうのがこれのブラックらしいんですよ。ただまあブラックはまあ僕どうかなと思うけども、すごいこれねありがたいことに僕の動画見ていただいた方で買いましたよとかいうお声をねいただいてて、まあ僕に1円も入らないんですけど、まあそれでカラーが追加されたって思いたいところですけども、まあとっくの前から決まってたと思いますけどね、ブラックを出すっていうのは決まってたと思いますけども、これのブラックバージョンが出るということがありました。ただただですよ、去年2023年暖冬やったっていうこともあって、どうやらあのユニクロがですよ、売り上げ 15.4% 減のやったらしいんですよ。えっていうことで、しかも12月がやっぱ特に売れる時期じゃないですか。あのダウンもさやしセールもあるしっていうことで売れる時期なんですけど、そこが 15% も下がってるってことは相当売り上げ下がってると思うんですけど、まあそういったことやったみたいなので、まあユニクロもはっきり言って物によると思うんですよ。これはね結構あの3990円で、まあ確かにバングラディッシュさんやけども、生地は別に多分おそらく国産やと思いますし、そういった細かいところとかは確かにちょっとチャッチーとかもあるんですよ。リベットとかもすごいチャッチーなとかって思ったりするとこもあるんやけども、正直この履いててリベット見られることってないじゃないですか。だから自分自身がこれは納得できれば全然問題ないと思うんですよ。生地自体はちゃんといいものやから、もうそれでええやんと思ったらそれでね全然いいかなと思うんですけども、中にはねこれ大したことないなっていうやつもあったりしますので、ユニクロの社員さん見てたら怒られるけど、たまに僕これってユニクロ買いに行くじゃないですか。買いに行ったりしたら、タクゾーさんですよねって言われて、ね、ユニクロの店員さんに声かけてもらうことあるんやけども、めっちゃ申し訳ない、いつもボロクソ言って申し訳ないと思うんやけども、ありがとうございますって言ってさっとこれやってもレジ持っていくみたいなね感じになっておりますので、ユニクロもねあんまりディスらないようにしたいなと思うんですけども、まあ、そういったことで新色が出てくるよっていうことになっておりました。で次がですね、ショットとリーのコラボが出てくるということで、今回 G ジャンが出てくるみたいなんですけど、 G ジャンといえばね基本的には右あやっていうのがまあ有名なんで、こう向かってあの経年変化していくっていう感じなんですけど、リーは逆なんですよ。左あややから左に向かってこうやって経年変化していくっていうのが、もうデニム好きな人からしたら、うわこれ違うよねと。だからリーと他のブランド、リーバイスとかエドウィンとかそういうのと比較した時に何が違うかっていうと、経年変化の雰囲気が違うっていうところが、まあ、リーの良さだと思うんですけど、そのリーの名作のモデルとショットのモデルをこううまいことこうミックスさせて作ったっていうのが今回のコラボアイテムみたいなんですよ。で 13.6 オンスっていう生地感なんですけど、 13.6 オンスって一般的に僕ら言われてピンときます？来ないですよね。もともとねデニムの生地ってこんな感じなんですよ。でこれぐらいの幅が、まあ、昔のやつで、これシングルっていうんですけど、これが2つ並んだらダブルっていうんですね。で今のやつっていうのはもうダブルでこう作れるようになってるんだけど、昔のやつってこんだけの幅しか作れなかったんですよ。だから服作るにしてもこれだけの幅しかないから、結構作れる量が限られてるんですけど、まあそれを使ってるっていうのがさっきのセルビッチですよね。これも同じくセルビッチなんですけど、ここに耳が入ってますけどもね、こういうモデルはシングルで作られてると。だからダブルじゃないんだと。ダブルはこのセルビッチがついてきませんから。あなるほどなと、これ一つ勉強になりましたね。例えばこれとかもリーのパンツなんですけど、このリーのパンツもセルビッチこちらついてますけども、このセルビッチって何って言われたりしたら、この生地の端っこのことなんですね。生地の端っこにこれあるでしょ。これがこう二重に重なってできてるっていうのがセルビッチになってるので、ここに、ね、赤の糸が見えるかなと思うんですけども、これも赤のセルビッチで、まあ、これも同じく赤のセルビッチなんですけど、だいたい 13.6 オンスとかそんな感じなんですよ。僕自身もね今ね50年後に着れるデニムセットアップっていうのを作ってて、僕は今34なんですけど、84のおじいさんになった時にもうこのセットアップを着てかっこいいっていうのを今ヴィンテージマニアのパターンナーと一緒に作ってるんでね、それをもし気になる方いてらっしゃら、ちょっと興味持っておいてもらったら、ヴィンテージのその縫い方とか糸の番手の厚さとかっていうのをヴィンテージ全部解体してる人がいてるんですよ。でその人と今タッグ組んで、どうやったら、まあ、僕の機能的な感じとかその動きやすさっていうのを僕は大事にしてるけど、そのヴィンテージの縫い方とか、あとは生地の素材とか、あとはパッチワークどうするとか、リベットがどういうやつが昔っぽいとかっていうのを今喋りながら決めてるんですけど、まあそういうのが、まあ、デニム好きな人やったらね、そんなん好きかなと思うんですけど、そのリードショットのやつがあるよということがあったりだとか、あとそれこそね、ちょっと話次戻っていきますけども、ビトンとティンバっていうのがあったりしてて、ビトンも結構そういうコラボとかあって、それこそこの岡山の黒木っていう会社をビトンは買い取ったりしてるので、今後ビトンから出てくるデニムっていうのは結構黒木、日本の岡山のデニムが使われたりするっていうこともありますので、あ、ビトンのデニムやん、これ黒木のデニムですよってちょっと偉そうに言ってあげたら、あこいつ知ってるなって分かってるねってなりますし、どうやって見てもらったらね皆さんに嫌われるんじゃないかなと思います。次がですね、もうこれ終わっちゃったんですけど、もし知ってたらぜひ行きたかったなっていうところが、バブアーのポップアップで、これバブアーのポップアップっていうのが何なのかっていうと、どうやらその当時にしかなかったモデルとか限定モデルがあったらしいんです。スティーブ・マックイーンが着てたような感じ
じの雰囲気のジャケットを復刻させたりとかっていうのもあったらしくて、うわそれ行きたかったなと思ったんやけども終わってました。でしかも東京やったし行かれへんしって感じなんですけども、そういうのがね、もし皆さん見てる中でこんなんあったよとかこういうイベント今度あるよっていうのがありましたら、ぜひぜひ教えていただきたいなと思ってますので、1月のニュースということになっておりました。もうさすがに冬物いらんでしょ、さすがにダウンもええってなるでしょ。おいもうダウンおじさんお前出番終わりやなと思われるかもしれんけど、ご安心ください、僕ダウンおじさんなんですけど名品大好きおじさんでもあるから、ジャケットとかレザーとかそんなもあったりしますので、その辺はまたまたどしどしお話していきたいなと思います。よろしくお願いします。それこそまあデニムなんかも語り出したら止まりませんのでね、そういったことでよろしくお願いします。ということが、本日はですね2024年の初めてのニュースということになってました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。